黒いヘドロを毒タイプ以外に持たせる戦術。黒いヘドロは、毒タイプが持つとマイターン HP を16分の1回復できるけど、毒タイプ以外が持つとマイターン HP が8分の1減ってしまうアイテムだね。毒タイプ以外に持たせてもデメリットしかないんじゃないの？いや、自分の HP を減らす効果をメリットにする方法もあるわ。例えば、HP を8の倍数に調整したトリックルーム持ちのミミッキュ。化けの皮が剥がされた時のダメージと、身代わり、そしてヘドロのダメージで HP がちょうど半分になる。次にもう一度身代わりを貼ると、ヘドロのダメージと合わせて、残り HP が8分の1。つまりヘドロダメージで落ちるようになるので、ミミッキュが落ちるターンにトリルを展開すれば、トリルを4ターン残したまま後続に繋ぐことができるわ。トリル、呪いで自主退場するよりも、トリルを1ターン多く残せるね。次に、ヘドロ持ちのギラテナプラスリオル。ギラテナがヘドロで落ちるターンにシャドウダイブを打って、次にリオルを出していたずら心まねっこを連打することで、相手を永久にはめることが可能です。詳しくは数日前に投稿した対戦動画を見てください。説明を放棄しないで。最後は抜け人。最大 HP1 の抜け人は黒いヘドロで即落ちするので、抜け人で2本バレを打つことで、ハレを4ターン残したまま自滅することができます。わざわざ晴らすためだけに1匹犠牲にすることとかある？